から、たくさんお客さんを連れてきてくれました、タフィーの皆さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。マスター、今日あのどんだけやればいいんですか？尺は。あ、もうどんだけでもやる。じゃあ5時間やりましょうか。じゃあ。じゃあよろしくお願いします。飯行こうよって言って、じゃあ椿行くかって言ってここに来たんですよね、はい、そしたらマスターが今度出ないって言われて、今日に至ったということです、はい、オーダー通る前にね。そうですね。で、あの私たちは、私はあの清水から来たんですけど、ここの浜岡にお客さんを呼ぶっていうのはなかなかあの難しいものですから、あの各自ですね、今日は酒を飲むのはやめようということでね、あの温泉旅館の送迎バス制度を導入しまして、はい、各自あの客を乗せて、はい、来ようということでね、はい、まんまと引っかかった人がいますね。みんなその辺とかその辺とか、ね、こんな遠くまで来ていただいて、ダメです、こんなところにライブハウスを作ってしまっては。浜岡はですね、本来家を建ててはいけないところなんですけど、ここはウミガメが産卵をするところですからね。そんなところに椿を作ってしまって、はい、ところがここはよく人が来るらしいですね。そうですね、なんかみんな憧れてる場所みたいで。じゃあこの後シックさんの椿
晴らしい演奏の前にですね、まあ、未熟者の私たちが申し訳ありません、やらせていただきます、シャネーみたいな。
ごめんなさい。絵面が悪い。いいやいいや。まあいいやいいや。まあこんな感じでさせていただきますけどね。なんかね、こんなギリギリできてリハもなく、慌てたし、なんか運転で疲れちゃってなんかもうね。でもここいいですね。本当に椿って。近ければもっといいけど、音がいいです。え？こっちへ、こっちへ。来ますよ。産卵に。産卵に来ます。じゃあボイスするっていきましょうか。最初の曲はですね、私たちビートルズって一曲しかできないんですけど、これジョージ・ハリスの曲だったよね。Where My Guitar Gently Weeps っていうの。私は A マイナーしか弾いてませんけど、はい、あとは全部一曲が弾いてますよね。2曲目がチャーの曲でクリンガーという曲。もう一曲、ボイスという曲。
今日は2回目なんですね、俺たち来たのね。そうですね。それで、最初に来た時にあのマスターに牧田さんとみっちゃんのところで今度シック、1952がやるから来いよと締められまして、それで行ったわけなんですが、完全にノックアウトされましたね。ね、かっこいいですね。まあ、静岡ぐらいのライブハウスっていうと、私は1959年生まれなんですが、私ぐらいでちょうど大体どこ行っても最年長なんですけど、1952年生まれっていうことですが、私よりも7つ年上っていうことでね、さすがなんかもう完成されてるなっていう感じで参ってしまいましたね。ね、やられましたね、本当に。で、なんでシックって言って、なんかお病気になられるような年代というようなね、そういう意味なんですか。違いますよ。どっちのシックは H が入る。あ、H が入んないの。あ、そうかそうか。もともと病気でしょ。なるほど。ねえ、いや俺たちもあれね、7つ上だから62ぐらいになった時に、ああいう素敵なおじさまになるようにね、頑張っていきたいなって思います。もうすぐね。もうすぐね。あ、もうすぐね。Thank you.
山崎さん、今日はあれですね、客席で乗ってますね。いつもステージで乗ってんのに。ね、あの、俺チューニング苦手なんだ。あ、全然違うね。ちなみに F も いるとはすごいですね。さすが椿さんですね。あれから来なかったらガラガラで。さすが椿さん、ね、異変に春が来たと書いて椿さん。もう夏だけど。異変に夏ってあったっけ。異変にあえのき、あ、学の高い方がいらっしゃる。このぐらいはあるか。今やったのはこれもレッドイートブローという曲になりました。次はちょっとオリジナルです。風で歌って
中へ。ありがとうございます。今日はですね、まあ、前回20曲ぐらいやらせていただきまして、なんか2時間ぐらいやらせていただいたんですけど、ね、で、それってワンマンっていうことなんだよね。それでその時に、まあ、20曲ぐらいやったのはちょっとやめようっていう話をして、でじゃあ何やろうかっていうとですね、今からやる曲は私が高校生の時に一番最初に中学の時にかぐや姫をギターの教則本でやらせていただいて、伊勢昭三さんがすごく好きになったわけですが、それで風というユニットを猫の大久保さんと作ってですね、で、まあ、後期になるのかな、後期に海風っていうアルバムがあるわけですが、その海風というタイトルの曲、なんかこう浜岡の小林崎のね、ウィンドサーフィンの劣化ですから、いいかなと思って、海風という曲。知ってらっしゃる方いますか？え、ちびっと、あ、
そうですか、大体50歳前後ぐらいの方ですかね。それよりもジジイか若い衆は知らねえぞっていうですね。ちょうどこうなんかスポットですね、フォークソングの終わりを告げる頃の曲ですね。この後ニューミュージックっていうのに行っちゃうわけですよね。ねえ、そうですね。でちょっとあの神田川の四畳半っぽくはないけど、ニューミュージックまではちょっとなんかでも洗練されてますからね。今聴いてもいい曲ですよね。ね、なんかすごいですね、こんなにあのお客さんが入るの。さすがシックさん。ね、やっぱり来年は全員揃ってるかどうか分かんないから、みんな見に来てるんですか。こういうことね。今度スーツ着てやるよ、ね、いいですね。なんかかっこいいよね。スーツのせいじゃねえ。かっこいいのはスーツのせいじゃない。じゃあ今あのお世辞だったんですけど。なんかいいね、マスターのあの感じがね。ああいうのこういうし、ね。ありがとうございます。いや本当、私たちは本当にあのマスターの背中を追いかけながら、ね、路頭に迷うという。ダメじゃん。ダメじゃん。それじゃダメじゃん。ダメじゃん。でもあの憧れてます。あのね、なんかファンクラブがあるなら入ってもいいから。じゃあミッドナイトショップをやりましょうか。
っていうそのハワイから来たミュージシャンなんですけど、もともと清水で同級生なんですね。あいつはすごいですね。イチローとか連れてますもんね。そうそうそう、ハウンドドッグと元ツイストの鮫島さんとかね、すごいですね、あの人 ね。いや、君たちが悪いって言ってるわけじゃないよ。師匠結構自分の位置は高い。あ、いやいやいや、私たち堅気ですからね。サラリーマンですから。あの人はちょっと違うけどね。サラリーマンじゃないもん。サラリーマンそういう髪の毛してないもん。まあ一応知恵
スティングでしたね。なんか今日ね、Facebook 見てましたらね、スティングの記事が載ってましたけど、300何十億円だか、あの日本円で資産があるんだって。 スティングが稼いだ金が、まあ、使ったお金が入れると、まあ、すごいんでしょうけど。じゃあ、千葉さんと一緒。あ、そうですね。千葉さん持ってますもんね。みんなの前で言うな。それでね、その記事はその300何十億円っていうお金を息子たちに一切やんないっていう記事なんだ。自分で稼げっていう、あの自分で仕事してお金は稼げなさいって。俺が稼いだお金は俺と女房で使いますよって。俺も娘に言ってあげたいけど、何とも答えない、説得力のない話になってしまうんだよね。マスターのお金少しください。まあ、きっと千葉さんはあれね、ボールマーカーより金持ってるね、きっとは。あ、この土地屋敷だけでも、もういい加減に、もういい加減にやめて。それ以上入ってこないよ。そうですね。じゃあもう一曲、好きになった、なんだあれは、なんていう映画だっけ、あれよ、あれよ、レオンのテーマね。
ね、お電話ですよ。ワン、ツしっとりした曲とやーっていう曲と、まあ具体的に言いますと6サンドという曲とスモーキーという曲なんですが、どちらにしましょう。さあ山崎くん。私じゃないですよ。何ですか。6サンドはしっとりバージョンでお届けしてるんです。じゃあ6サンド聞いてみますか。あのポリスの6サンドですけどね。じゃあちょっとあの最後にリバーブをあの思いっきり聞かせてお風呂みたいにしてください。こっちも
勝負の歌ですからね。You know my sky.
前に